こんばんは、岡田敦夫ゼミです、えー。今日はですね、ニコ生ゼミ月に一度のですね、再放送の日ですね、えー。ということでですね、2019年9月28日にですね、大阪で行われた、悩みのるつぼ卒業記念講演会の時のですね、動画をですね、見てもらおうと思います。 あの、ルツボの講演会の動画はこれまでもですね、東京の講演動画をですね、放送したことあったんですけども、まあ、東京の講演動画は基礎編というかですね、前編でですね、今回はその続きの応用編ということになっています。ちょっとあの、抽象的で、まあ、人によっては難しいと感じる方もいるかもしれません。え、どんな内容かというとですね、まずあの、最初の30分ぐらいで、人が悩むというのは一体どういう状態なのかっていうのをホワイトボードにガーッと図解してですね、まあ、あの、解説しています。で、それを踏まえた上で人が、 どういうふうに悩むのかという図解を踏まえた上で、朝日新聞のですね、悩み相談コーナーに実際に届いたら、えー、ちょっと深刻すぎて、どう考えていいのかわからないような、まあ、シングルマザーのですね、えー、出口のないような悩みというのですね、まあ、それを僕はどういうふうに答えたのかというのを解説しています。で、そこからがですね、ここの、まあ、大阪公演のですね、ポイントなんですけども、えー、僕はね、ついついあの、悩みとか相談っていうのは、あの、解決しなければいけないものだと。 男性に多いんですね。こういう考え方は。解決しなければいけないものだというふうに思っちゃうんですけど、実は必ずしもそうではなくて、あの、まあ、聞くだけっていう方法もあるんですけど、実は、あの、解決、あと話を聞くだけっていう以外にも、いろんな選択肢があってですね、むしろ悩み事の半分以上はですね、その解決以外のアプローチからですね、あの、まあ、見えてくるという形で、消えていくことが多いんだよという、まあ、そういう話をしています。 えー、今回もですね、あの、無料放送だけで実は60分くらいあるんですよね。まあ、その分見応えのあるですね、あの、動画になっています。えー、ちなみにですね、あの、東京公演の動画の前半部分は、YouTube やニコ生ナマのですね、岡田通チャンネルで無料公開中です。えー、これを見ている皆さんの多くはですね、すでに見てる人もいると思いますけども、まあ、まだ見てないという人は、そっちにも合わせて、基礎編と合わせて見てもらえると良いかと思います。それではですね、大阪のルツボ公演会、悩みのルツボ公演会、スタートです。 あ、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。えー、岡田敏夫と言います。はじめましてよろしくお願いします。えー、今日は皆さんはですね、あの、悩みのるつぼのですね、あの、まあ、新聞で告知された、えー、ホームページのですね、なんだろう、ガイドにしたかって申し込まれた皆さんで、えー、東京でもですね、あの、公演を月曜日にしてきたんですけども、えー、東京も大阪もですね、同じように、 え、各年齢層と、あと性別がほぼ同じになるようにしています。なので、今日ここにいらっしゃった皆さんはですね、大体10代から70代ぐらいまでの皆さんでですね、で、男女比も年齢もですね、ほぼ同じぐらいになるように、あの、しました。で、えー、もうそれはもう僕の方の、えー、こういうふうな講演会をしたいというですね、もう本当に勝手な思いからやったやつで、あの、東京の方でも言ったんですけど、普通こういう講演会っていうのは、どっか企業からの協賛があるとかですね、もしくは朝日新聞からの あの、なんだろうな、えー、共産協賛があるとかそういうやつなんですけども、今回あのこれ完全にあの僕の、えー、自腹でありまして、やりたいからやってる講演なんですね。で、なんでこれを最初に言うのかっていうと、あの、やりたいからやってる講演なのでですね、えー、今回この会場費も僕は自分で払ってますし、えー、ここへ来る交通費ももう自前なんですよ。なので僕はこれから好きに話します。えー、皆さんが話してほしい話はあまりしません。 ですね。それをご納得の上でですね。<laughs> すいませんけど、あの、聞いていただければありがたいと思います。えー、っと、僕ですね、あの、考え事は多いんですけど、割とあの、悩み少ないんですよ。えー、なんでかというと、まあ、だからまあ、あの、あんまり人がなんで悩むのかよくわかんないんですけども、た、それでもたまに悩むことがあって、例えば今週は、ずっとあの、公園で悩んでたんですね。まあ、東京と大阪で一回ずつやらなきゃいけないっていうふうなことで悩んでたと。 で、僕のあの、悩んだら書き出す癖があってですね、大体どんなことを書き出したかっていうと、あの、時間がないとかです。時間がないって本当に書いちゃうんですよ。書いても無駄なんですけども、時間がないって書いたら、時間がないっていう、この心の中の心配を紙に移すことができますよね。そうするともうそれ以上考えなくて済むから、時間がないって書いて。何を話せばいいのだろう。これも書いちゃうんですよ。 これも書いちゃったらもう何を話せばいいのだろうっていうのは僕が覚えなくても紙が覚えてくれるから書いちゃうわけですね。で、えー、次にですね、もう3番目に書いたのここにメモしてるんですけど、なんでやろうと思ったんだろうっていうですね。もう言ってもしょうがないことを考えるわけです。これも書いちゃうわけですね。で、どれぐらい話せばいいんだろうと。枠は2時間取ってるけども、2時間丸々話さなくても別にいいんじゃないかなと。例えば僕多分これから1時間ぐらい話してトイレ休憩するつもりなんですけども、 これが45分でもバレないんじゃないかとかですね。そういうことを考えるわけです、ね。東京と大阪は同じ内容でもいいんじゃないかと。そしたらあの、話すこと一種類考えればいいだけでです、ね。えー、今話してるの実は東京と全く違います。あの、後で映像で公開するから多分皆さんわかると思うんですけども、えー、あの、同じ内容を話すと僕がつまんないんですよ。初めて話すことってドキドキして面白いんですけども、2回目になるともう本当につまんなくなるので、 え、違う内容にしました。なので、僕はあの、2倍しんどいんですよ。これも、あの、最初に言いましたとおり、趣味でやってますから、えー、全然構わんないんですけど、えー、録画して後で公開するために、内容のある公演にしなければやばいと。その場限りの逃げた公演ではなくて、ある程度役に立つような公演にしないと、後で YouTube なり何なりで公開したときに突っ込まれるからちゃんとしなきゃいけないとかです。 えー、これをですね、ニコニコ生放送で、どのうよう,うな形で公開しよう、YouTube でどういうふうに切り出そうと。その他にですね、なんかもう仕事場がいくらなんでも手狭いになったから引っ越ししなきゃいけないけど、引っ越しどうすればいいんだろうと。こう頭に湧いてきたものを全部紙に移していくんですね。えー、引っ越ししたらですね、インターネットの回線引かなきゃいけないんだけど、回線どうしようとかですね。あと、うん、どうやっても痩せないよね、とか。ダイエットの本出してたのに、この状態はいくらなんでもひどいよね、とかですね。 あと、うん、なんか最近腰痛いよねって、そういう心配になってることをこう、どん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 書き出すんですね。で、なんでかっていうとですね、これ僕の基本的な考え方なんですけども、うん、人間がいてですね、悩んでる状態っていうのはこの頭の中でモヤモヤと、例えば何を話そうとかですね、あの、お金どうしようとかですね、 あと、なんだろうな。あの、人どうしようとかですね。こう、こう、ことか、こう、ぐる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 。ちょっとひどいんだ、この絵。<laughs> 絵で凝ってもしょうがないんですけどね。僕は絵描きじゃないんですけども。<laughs> でも、いくらなんでもちょっとひどいので。何が言いたかっていうかっていうと、こう、よいしょ。こう、あったら、人間は頭の中で、もくもく,もく,もくと、いろんなことを考えているわけですね。で、この状態って割とかなりしんどいんですよ。 僕はあの頭の中の何だろうなワークスペースっていうふうに呼んでるんですけどもまあ車で言うとですね人間の頭っていうのは多分まあ2トン車ぐらいのもんで2トンまでの問題や悩みを乗せることはできるんですけどもそれをオーバーすると人間というのは動かなくなってしまうと思ってるんですねでこれらがそれぞれ他の問題を吸い寄せるんですねじゃああれはどうしようこれはどうしようとかですね 何とかさんにもうこんなこと言っちゃったから違うことやったら嘘つきになるとかって言ってです。他の問題をこうくっつけ出して本来だったらば2トン車っていうトラックだったら2トンの重さ運べるはずのものが3トン4トン5トンになっちゃうと。これがなんか悩みのしんどい状態だと思ってるんですよ。なので書き出すと。で書き出すとどういうふうになるのかっていうと書き出すっていうのはですね、これも概念図みたいなもんなんですけど テーブルの上に乗せることなんですよね。この頭の中にあるごちゃごちゃしたものを一個ずつテーブルの上に乗せてみると。そうして人間初めてものを考えることができると。僕らはこれを考えることだと思ってるし、頭いい人はなんか全部こうやってると思うんですけども、そう、絶対それ嘘です。あの、物事を考えるのが上手い人であればあるほどこれやってます。つまり書き出してると。 旅行行く前にですね、一回、カバンの中のものを、あの、テーブルの上に出してから、カバンに入れる人っていうのは、絶対整理がうまいんですね。整理性とうまいんですよ。で、昔あの、キャビンアテンドさんの、なんだろうな、あの、旅行術みたいなやつをテレビで見たんですけども、彼女たちは、たとえ一泊旅行でああそのホテルに一泊しかしなくても、ですね。全部で、あの、7日間の旅で、それぞれホテルで一泊しかしなくても、スーツケースはついた瞬間に開けて、全部の荷物を、 いわゆる、あの、クローゼットにしまったり、ハンガーにかけたりするそうです。それが一番早いから。早いというのは何かっていうと、心の負担が少ないからですね。全部これ、一回並べちゃって、あの、ベッドの上に並べちゃって、これここ片付けて、これ片付けて、これあの、洗面台に置いて、これはなんか引き出しの中に入れてっていうふうな、いつもっぽい場所に直すと、しまうと、この負担が軽くなると。つまり、この状態になるわけですね。一回テーブルの上に全部出すと。 で、人間の頭の中も同じでですね、この状態ってものすごいしんどいんですよ。で、早くこれを、こういうふうにした方がいいと、と僕は思ってます。で、えっ、ー、とですね、まあ、これテーブルの上にこう乗せてる概念図でこのまま説明しますと、ところがですね、あの、これで済まない場合もあるわけですよ。ね。どういう場合かというと、悩みが大きすぎるとか重すぎる場合です。考えてる問題がですね、 なんでしょうね。あの、自分だけのことじゃなくて、家族のことであったり、会社のことであったり、将来にわたって大きい問題の時とかですね。どの会社に就職、就職すべきかとか、自分は将来何をすべきかとか、どうしてもこうなりたいんだけど、どうすればいいかというふうになってくると、もう一個一個の問題がめちゃくちゃ大きくなっちゃうわけですよ。で、その中にこう小さい問題もあるので、これがもう乗らなくなってくるんですね。ボロ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 落ち出すと。 こうなってくると、もうさっき話したですね、書き出すっていう方法も有効ではなくなる。一番最初に人間はついつい頭の中だけで考えてると。だから人に相談したくなるんですね。この状態をちょっとでも楽にしたくて。で、誰かに相談するということは、まあ、この問題をちょっとこっちにも移すわけですね。ところが移すときには言葉にしなきゃいけないので、絶対に正確なニュアンスはつか伝わらないし、 言いにくいこと言わないんですね。あの、よくある質問で、男性からも女性からもそうなんですけども、自分は浮気してる不倫してると。こういう相談するときにですね、俺不倫してんだけどってバシッて言う人はまずいないわけですよね。あの、本当に家庭とか夫婦っていうのは絶対のものなのかなっていう、抽象的な問題からこう話を出すわけです。そするとこの人は何,何の話してるのかなと思いながらも、まあ、 抽象的な一般的なことに対して一般的なことから答えると。もしくはその女の子が男の子に男女の間に友情ってあるのかなっていう場合って、まあ大体恋バナの場合が多いんですけども、まあそこで慣れてない男の人はいきなり、それは本当にあるのだろうかって、彼女が望んでないような本質論を考えてしまって、延々こっからあの二人の話は合わなくなったりするんですけども、人間この悩みを話すときに、 話しやすい部分からどうやっても話すんですよね。もうしょうがない。なので、この中に、こっちの人に移植されるのはですね、その話しやすい部分をスタート位置とした、なんか変な状態になっちゃうわけですよ。なので、話してる最中に、ごめん、なんか気が済んできたって、こっちの人は言って、何のことかわかんないですけど、あ、そうなのそれならいいけどって言って話が打ち切られる。これがその人を相手にしてこう相談する場合です。ただ、これもやってるとね、ある,ある程度この、 なんだろうな。どん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 自分が実は思っていることが、あ、こんなことなんだなっていうふうに縮小してきて軽くなるという作用はあるので、大変素晴らしいんですよ。人に悩みを話すと。だからこれやる人は多いんですけども。まあ、世の中にはですね、そういうことを気軽に話せ、話す知り合いとかがいない人もいますし、あと気軽に話せる問題じゃないっていう場合も多いので、僕がの、お勧めしてるのは紙に書くです。で、紙に書いたら、その分自分はその問題を その瞬間だけでも忘れてもいいから、こういうふうにな、テーブルの上に並べて一覧にすることができるんですけども、これも今言ったようにですね、その、あまりにもその問題が大きかったら、もうテーブルの上にどんどん乗らなくなっていくですね。で、えー、っとで、しょうがないのでですね、これを乗らなくなってきたらですね、まあ僕の場合どうしてるのかっていうと、うん、例えば今回だったらですね、 本当にこれノートでやってるんですけども、公園っていうですね、大きいくくりにして、その下に、こう、サブタイトルみたいな感じでつけていくわけですね。内容をどうしましょうとかですね。こういうふうにしてメモをし出すようになります。最初は、さっき言ったように、もう本当に思いついたものを思いついたように書いてるんですけども、これは引っ越しの問題、これはお金の問題、 これは中身の問題。これは見せ方の問題というふうに、どん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 分けるんですね。そうすると、なんかこう、まあ、例えば講演とかですね、将来の不安とかですね、自分の健康問題とかですね、こう、分けるようになってくると。で、悩んでるのは公園なので、あの、この健康とかが出てきた健康っていうのはもう全部考えないようにして、この公園だけをザーッと考えるようにすると。そうすると、自分が持っている考える力の、 100%を今自分が悩んでる問題に使うことができると。だいぶマシになる。つまり、このテーブルで言えば、今関係ないものを全部テーブルの外に落としちゃって、で、えー、今週中に考えなきゃいけないものを、2、3日以内に考えなきゃいけないものだけをテーブルに残して考える。そういうふうにするわけですね。まあ、ここまでなんかすごく当たり前のことを言ってるんですけども、ちょっとこれあの前段階です。で、えっ、ー、とですね。まあ、これ、 こっちもそうなんですけど、この人に話すもそうなんですけども、書き出して、で、こういうふうにまとめて、まあ、ジャンルごとにまとめて、で、整理するのを何がいいのかって言ったらですね、あの、気が軽くなるんですよ。やってみたらわかる,かると思うんですけども。こう話したときもですね、皆さん、あの、全然、あの、なんだ、なんでしょうね、有益なアドバイス、役に立つアドバイスもらえなかったとしても、ちょっと気が楽になりますよね。 だから思い切って話してみろとかいうふうによく人は言うんですよ。思い切って人に話してみろと。役に立たないかもしれないけども、話すだけで人間はスッとするんだってよく言うんですけども、あれは何の力かっていうとですね、その、なんだろうな。おそらく、あの、問題っていうのは解決することだけが解決じゃない。違うな。なんだろうな。うん。 とね、一番最初に話した、公演で、大阪の公演で何を話していいんだろうかっていう回答はですね、えっ、ー、と、何を話すかの一覧表みたいなものができるまで絶対にこれ気楽にならないんですよ。気楽にならないですね。あのこれが完成するまで。ところがですね、 何を話そうかっていうふうに書き出して、で、えー、前こんなことを話した、で、次こんなことを話そうっていうふうに書いてるうちに、なんとなくいけそうな気がするわけですね。まだ一つもできてないんですけども、いけそうな気がすると。夏休みの宿題とかで言うと、宿題の計画表っていうんですかね。この日にこれをやって、これをやって、これをやってっていうふうに書くと、なんかできた気がするってあるじゃないですか。あれと同じで、 できた気がすると人間というのはほっとする。そうすると心が軽くなって、その軽くなった部分、余力が生まれて、ものを考えることができるようになると。これもそうなんですよね。そのテーブルの上に乗せて、あ、こんだけ問題があるんだと思った瞬間にちょっと心が軽くなって、そうすると問題解決に使える余力が出てくる。なんかあの、悩みっていうのは、実は僕は、 あの、問題の一つ一つは、取るに至らないって言ったら、あの、まあ、変なんですけども、例えば僕は今日ここに14時に来なきゃいけなかったわけですね。14時に来るということは13時に伊丹空港に着く飛行機に乗らなきゃいけない。そうすると、穴で飛行機を予約してっていうような、飛行機を予約して何時の便を自分で取ってっていうふうなことを、 考えなきゃいけないわけで、それは問題に過ぎないわけです。飛行機どうやって撮るかって悩まなくていいわけですよね。それはもうインターネットで撮ればいいわけだから、それはただ単に問題なわけなんですよ。ところが、そういう、それがですね、その一つの飛行機っていう問題が、さっき話した何話すとか、えー、っと、なんでやろうと思ったんだろうとか、とかですね、 いろんなごちゃごちゃとした問題と、こう、くっついて、どれから考えていいのかわかんなくなると、悩みに進化しちゃうんですね。なので、あの、書き出すっていうのは何かというと、この悩みにしないように、あくまで問題という形で分解した状態で、まあ、あの、ものを扱うための手法です。えー、というわけでですね、あの、 ま、最初に今日話そうと思ったのが、この悩みっていうのはどういう状態かというと、頭の中でずっと考えてる状態。で、これがしんどいから分けて書き出してみよう。書き出してもしんどくなってくるから分類してみよう。で、書いたからといって、分類したからといって問題は何一つ解決しない。例えば好きな子がいて気持ち分かってもらえないという問題だとしたら、それを書き出しても相変わらず好きな子がいてその気持ちが分かってもらえないというのは問題が 何一つ関係し、あの、解決しないんですけども、ちょっと心が楽になるので、その楽になった余力で解決法を一つ一つ分解して、分かってもらえないというのは、果たして分かって欲しいのかとかですね。自分はその女の子好きなんだけども、本当にこれ好きなのかどうかとかですね。ようやっと個別の問題ごとに考える余力が出てくるわけですね。でですね、あのー、まあ、 悩みの本質っていうのは、ここまでの説明で、まあ、大体お分かりの通りですね。これで言うと、あの、テーブルの上にいっぱい乗っている状態からですね、なんか家があって、窓があったら窓から、ゴミがガーッと溢れてるっていう、いわゆるゴミ屋敷っていう状態がありますね。この段階まで行っちゃうと、いわゆる悩みのるつぼになってくるわけです。朝日新聞で僕が、あの、10年以上、えっ、ー、とですね、4人の担当のうちの、 一人をやっていたですね。あの、悩みのるつぼっていうのは、大体のな悩みとおっしゃるのがですね、実は個別の問題のことが多いんですねで。個別の問題を頭の中でうわーっと考えていて、考えすぎて、このテーブルの上に乗せようとしても溢れてしまって、ついには家からも溢れてしまう。まあ、人間の具体的な状態で言うと、一人ごとで出てしまうとかですね。誰と話しててもそのことが頭に、 やってて、残ってて、それがついつい言葉で出てしまうとかですね、態度で出てしまう、上の空になってしまう。こういうなんか、その人の普段の行動に影響を与えるぐらいの状態を悩みのるつぼというふうに呼んでました。で、それはまず第一段階として、解決ではなくてですね、整理で割となんとかなるよっていう話からですね、今日の話の一つ目したいと思います。 えー、皆さんに配ったプリントのですね、えー、マンションを追い出されます。相談者シングルマザーですね。これ割と比較的初期のですね、2009年だから10年前のですね、割とあの早い段階で僕があの相談を受けたやつです。私は27歳で7歳の男の子がいるシングルマザーです。中絶する予定の前日に実家から逃げ、一人で子供を育てて、産み育てました。息子は元気で明るく家事を手伝ってくれます。ただ勉強を見てあげられず、勉強嫌いになりました。 私は昼夜働いていますが、それは子供とずっと一緒にいることが怖いから。私がハイハイをするときに両親が離婚して、3歳のときに新しい母親が来て虐待され続けました。虐待された子は虐待する可能性があるって聞いて怖いんです。まあ、怖いからあまりですね、あの、息子とは遊ばないわけですね。私は高校卒業時、両付きの派遣の会社に入りましたが、休みの日にみんなで遊びに出かけた帰り、 上司にですね、唇にキスされたショックで退職、夜の仕事が本業になり、直にお客さんの子供ができました。私に結婚する気が全くなく認知もしてもらえませんでした。でも子供が3ヶ月の時、私が入院してる間に彼は浮気して、私の貯金をも全部持って失踪しました。縁が切れて良かったと思います。子供には父親は交通事故で死んだと言ってます。今愛人のような形で生活を助けてくれる相手がいますが、マンションのローンちゃんと払っておらず、あと3ヶ月で出ていかなければならいけません。 遺産問題で揉めてずっと連絡しなかった両親に助けてほしいと頼んだら自分の責任その通りですからどうすればいいのかわかりません,ってうんです、ね。これはあの僕が多分悩みのルつツを引き受けてですね、三つ目ぐらいに来たやつなんですね。で、一番最初に来た時もう本当に僕は頭抱えてですね、これどっから手をつけていいのと。とりあえず、あの編集部もですね、そう思ってたんです。編集部の方もですね、毎 毎月毎月その読者の方からですね、いろんな質問来てですね、それをどの、まあ、あの、回答者に回すのかっていうのを、編集、あの、人が考えるわけですね。で、大体まあ女性問題とかそういう自立問題だったら、じゃあまあ上野千鶴子さんに回そうかとかですね、あとは人生に関してなんか、本質的な悩みを持ってるんだったら、車田長吉さんっていう、その時、ね、あの、相談を受けてた文学者の方に回そうかとかいうふうに、まあ仕分けてたみたいなんですけども、これ、 なんか具体的なようで、あまりにもなんかすごいので、で、あの、編集者からですね、そのついてたタイトルが、壮絶シングルマザーってタイトルだったんですね。壮絶シングルマザーっていうメールをもらって、タイトルのメールをもらって、開けたらこれ書いてあってですね、これお願いしますと言われて、もう本当に考え込んじゃったんですよね。で、まあ、考え込んだのは、これにどういうふうにすれば役に立つような、 ことが言えるのかどうかわかんない。どっから童貞つけてわかんないっていうふうに思ってたんですけども、よくよく考えてみたら、つまり、それはこの状態なわけですね。この人がいる状態をもう一気にまくし立てられたわけです。そうすると僕の頭の中でこういうふうになってるわけですね。これだったらしょうがない。ということで、並べようと。で、並べてもですね、まだ手のつけようがなかったんです、ね、なので、分類してみようというふうに考えました。 で、分類するときにですね、どういうふうに分類したのかっていうと、こういうなんか、あの、切り出しの分類というよりはですね、あ何でしょうね。関係ある問題と関係ない問題に分けたんですね。関係あるというのは、今のあなたに関係あるか、今のあなたにはまあ、もうそんなに関係ないのかで分けたんですよ。そうすると、ここの相談文、このものすごい相談文のほとんどが今に関係ないことが分かりました。 私は27歳で7歳の子の男の子がいるシングルマザー。これ大事です。これは抑えましょう。中絶する前日の、前日に実家から逃げ、一人で子供を産み育てて、書いてあるんですけど、それはもう関係ないんです。よ。終わったことだから。どんな状態であろうがシングルマザーだっていうふうなことで。で、これが原因で、あと親と仲が悪い。ここだけ抑えてれば、この、なんかこうものすごい文章っていうのは実は本質に関係ないので、今、捨てて構わない。いわゆるテーブルに、 の外に落として構わない問題ですね。えー、息子は明るく家事を手伝ってくれますが、勉強を見てあげられず、勉強嫌いになりました。まあ、勉強嫌いの何歳なんかどこにでもいますから、もう息子が明るくだから、実は問題ないわけですよ。問題ないのにこの人は、もう今もう僕思い切って恨み事っぽく言いますが、最初にですね、忠実の前日に家を抜け出して書くから僕も混乱するわけですよ。よかったねの話なんですよ、これ本来。今のところ。私は昼夜働いてます。それは子供とずっと一緒にいることが、 私は昼夜働いてますわ。これは大事です。状態ですから。それは子供とずっといる、一緒にいることが怖いからです。以下の文章は関係ないです。そうであってもどうであっても子供は元気に育ってんだから、もういいと。で、昔虐待を受けた親はまた虐待を繰り返して受けて本当でしょうかと。そんな本当でしょうかもう知るもんかと。言っちゃえば。知るもんかと。そうじゃなくてお前が聞きたいのそこじゃねえだろうと。 そこで安心させてもらってもしょうがないと。で、その次にですね、高校卒業後ですね、寮に入って上司にキスされて、でそれで会社辞めました。なあ,あ、大変ですねって思ったら次は夜の商売を始め、おいおい、切り替えの早い女だなっていうふうに思うわけですね。で、えー、なんか妊娠して認知もいらないとかでね、その後、私、あの、貯金を持って逃げましたとか、あの、変な男と縁が切れてよかったと思います。もうこの辺に関しては、こ書かなくていいんですよ。 そういうことを言いたくてしょうがない人なんだなっていうのがようやっと分かってきたんですよこう、整理することによって、この人は、まず自分のエグい状態っていうのをダーッと吐き出さないと、やっぱなんか相談できない人だっていうのが分かってきて、あ、ここら辺の部分ははいはいと聞いてりゃいいんだなっていうふうに分かったんですね。 で、はい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 っていうふうに聞いて、えー、子供には、えと、ー、父親交通事故で死んだと言ってます。これも問題あるかもわからないけど、今は関係ないからいいです。子供がまあ中学校卒業したぐらいになったら問題になるでしょうけれども、今愛人のような形で生活を助けてくれる相手がいますが、んんちょっと待てよと。愛人のような形で生活を助けてくれるっていうのは、愛人のような形の、それも愛人だよなと。えー、マンションのローンちゃんと払っておらず、あと3ヶ月で出ていかなければ、ここだよと問題は。 この人が、はいろいろ書いてるんですけど、ポイントは、あと3ヶ月でマンション出ていかなければいけない。この一言だけなんですよ。どうすればいいのかだけなのに、この前後にものすごい膨大な余計な情報って言ったら失礼なんですけど、その人にしてみれば、私の状態を正確に知ってもらうためには、これを知ってほしいっていうようなことで話してるんですけども、それって、なんでしょうね。言っちゃえば関係ない情報なんですね。 今、あなたが考えなきゃいけない問題ではなくて、昔考えなきゃいけなかったか、または将来いずれ、子供が中学校卒業するぐらいになったら考えなきゃいけない問題なのか、どれかであって、それを一斉に頭の中で動かしてるから、新聞に相談するときにこの文章になるんだと。つまり、この人はやっぱこの状態で考えてるわけですね。で、せっかく相談文を新聞に向けて書いたんだから、一度はこの状態にしたはずなんですけども、もう個々のパーツが大きすぎるんですよ。 いわゆる、私は中絶の前に、前日に抜け出してとかですね、親とこんな関係でっていう問題があまりにも大きすぎて、一番大事なですね、3ヶ月後にマンションを追い出されますが、小さく書いてあるんですよね。違うだろうと。なんか、現実に困ってるのそこだけのはずなんですよ。なのでですね、 まああの僕回答で書いたのがですね、とりあえずあの今新聞で書いている自分の相談文を鉛筆で線引いて色分けしてくださいと。で、いわゆるその、なんだろうな、今すぐ解決しなきゃいけない問題、覚えとかいなきゃいけない自分のトラウマとか自分の過去の話。で、今は別にいいんだけど、将来ちょっと引っかかってくる問題、こういうふうに分けて3色のペンで色分けしてくださいと。 そしたらわかる通り、今考えなきゃいけない色鉛筆の問題っていうのは、3ヶ月後にマンション出ていかなきゃいけない問題、これだけですと。これだけ集中して考えてくださいと。えー、すぐに近所の役所の福祉課に行って、母子家庭に対してどういうサービスしてるのかとか、あと、あのー、なんだろうな、夜の仕事をしてるって書いてあるけども、えー、まだそれは続けられるのか、まだそこで稼げるのか、愛人みたいなやつっていうのは愛人なんだったら、またいくら払ってくれるのか。 三ヶ月後っていうのは、例えばそいつをもう脅すでも何でもしてもいいから、引き伸ばせないのかとか、そういう今の自分の生活環境だけを考えてくださいっていうふうに言いました。で、これがですね、回答になったわけなんですけども、えー、っとですね、そのシングルマザーに対して僕は、えー、じゃあ僕がお金出してあげるから生活しなよと言ってるわけでもなければ、えー、なんだろう、この電話番号にか、あの、電話すれば解決するよって教えてあげたわけでもないんですね。つまり、問題は解決してないんですよ。 これはもう新聞の悩み相談の、あの、絶対的な法則と言っていいんですけども、問題は解決してなくて、その問題を考えるきっかけっていうのかな。あと、整理する順番っていうのを、あの、提案するに過ぎないんですね。だから、このシングルマザーの方の、ここで書いている悩みですか。私はこんな生まれで、そして子供を育児するにもこんな不安があるということに関して、何も解決できないんですけども、 今あなたはそれを考えなくてもいいんだよと。そうじゃなくて今あなたが考えるのは3ヶ月後にどこで住んでるのかっていうことだけ考えれば、このぐる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 頭の中で、でもそんなことしたら子供に悪い影響があるんじゃないかとか、また私は同じことの繰り返しだとか、なんかちゃんとした会社に働いてたんだけども変な上司にキスされたばっかりに夜の仕事に行ってしまって、その後私はそういう人生ばっかり歩んでるとか。だから多分そういう考えなくてもいいコンプレックスがいっぱいあると思うんです、ね 現にそれで子供7歳まで育ってんだからそれでいいじゃんっていうふうに割り切ってとりあえず3ヶ月先のマンションを追い出される問題を解決さえしたらその後はじゃあ私はどんな仕事を本当にしたいのかっていうのはその後で考えりゃいいんですよ。でもそれを一斉に考えるからわかんなくなっちゃった。ですね。これがその悩みのるつぼで僕が一番気をつけているですね。最初にまず問題を整理するということです。 あの、問題整理しないとですね、うん、何も進まないというのかな。うん、相談されていることに返事しちゃうんですよね。ついつい。もうあの、一番楽なんですよ。えー、私は父に何と言えばいいでしょうかって相談を受けたら、父に何と言えばいいのかっていうのを考えるのが一番楽なんですよ。聞かれてるんですから。でも、そうじゃない場合がほとんどなんですね。父に何と言えばいいでしょうかって言ってるのは、 言ってる時っていうのは、本当はその人はその奥に聞きたいこととか、相談したいことみたいなものがあって、自分としてはそれは父親に何か言うことで解決するはずだと思ってるから、父に何と言えばいいんですかっていう、さあの、言葉の締めになってるんですけども、それで解決しない場合がほとんどなんです。その人が持っている問題の一番中心角っていうのをこう、カパッとえぐり出すとどうなるのか。この人の場合、いっぱい書いてたんですけども、3ヶ月後にマンションを追い出される、どうすればいいのか。 それはもうすぐにその知り合いでも何でもいいから当たっていって、とりあえずどっか駆け込み的にあの母子マンションというのもありますし、役所の福祉課でもですね、そういうのは専門に扱っている部署がある場合もあるので、とずそこばっかり考えていけっていうふうに、その確信を捉えて言わないとですね、どんどんこの人は無駄な動きしちゃうんですね。で最後に書いてあると、ここに書いてある通りですね、あの、ずっと連絡しなかった両親に助けてほしいと頼んだら自分の責任というふうに言われた。 これで両親とトラブルを起こしてもしょうがないんですねで。またこんなこと言われたとか、両親に何と言い返せばいいですかというふうになっちゃったら、もう本当にこの人の頭って、うん、解決からどん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 遠ざかっちゃうわけですね。なのでですね、えっ、ー、と、まあ、えー、そんなふうにですね、答えてみました。で、これがですね、あの最初のですね、まず整理するってことなんですけども、まあ、この人の場合本当に、 この整理する段階で大体話はできたんですけども、仕分けするっていうのがあります。仕分けっていうのは僕が話したところに、自分の頭の中でいっぱい考えていることっていうのをジャンルごとに分けることですよね。で、えー、まあこれはですね、あの、まあ、普通に皆さんも自分の頭の中混乱してきたり、あと旅行行くときにどうすればいいんだろうって言ったら、旅費の問題とか、行く場所の問題とか、食べたいものっていうのを分けて書いたりしますよね。 一番最初頭の中では、これ食べて、あれ食べて、あそこ行って、ここ行ってっていうやつを、例えば時系列の予定にして、最初の日はここ行って、これ食べて、ここに泊まって、で、時間があったら足伸ばしてここまで行って、タクシーがいくらかかって、バスはいくらかかってっていうふうに時系列に並べたりします。まあ、スケジュールってやつですね。で、これをすると頭の中がスッキリしてきて、 あ、これ2泊3日の旅行だったら無理だとかですね。あ、だったら時間あるからこれも挟もうというふうに考えるようになります。これがその仕分けっていうやつの効用ですね。これは一番最初に何がやりたいのか、何が食べたいのか、どこに泊まりたいのかっていうのを書いてるだけではなかなか届かない。それをもう一回分類して再整理して時間軸順に並べるとかですね。もしくはジャンルごとに並べることによってこの仕分けっていうのが発生します。で、あのー、 仕分けでですね。うん。僕を思ってるのが、あの、ちょっと関係ない話からしますけども、僕はあの、お酒飲まないんですね。えー、っと、ま、美味しくないからなんですよ。あの、子供の頃から大人の真似をして飲もうとしてですね、何回飲んでも美味しくないんです、ね、日本酒も美味しくなければワインも美味しくなくてですね、 だから、ブランデーも美味しくなければ、ウイスキーも美味しくないので、ビールももちろん美味しくないです。何が美味しいのかよくわかんない。何が美味しくないのかよくわかんないんですけども、高校とか大学ぐらいになると、友達から誘われますよね。で、美味しくないというふうに言ったら、いや、でも、あの、楽しいからっていうふうに言われるんですよ。で、何が楽しいのかよくわかんない。で、よあの、言われたのが、宮田に言われるのがですね、酔ったら判断力とかですね、その、なんだろうな、あの、いつも考えてることがもう気にならなくなってくる。 まあ、いわゆる、こう、頭の中でこういうふうになっているのが、もうどうでもよくなってくると。それが楽しいんだっていうふうに、まあ、楽になるんだっていうふうに言われてですね。僕はもうそれを聞いてですね、何のことかよくわかんないと。あの、酔ったら判断力とか IQ が下がっちゃうじゃないですか。これ僕の考えですよ。酔ったら判断力とか IQ が下がっちゃうんで、判断力を下げたり、IQ を下げて楽しいことをやっていいかと。 例えば酒飲んだらもう味がわかんなくなる。そうするとまずいもんでも平気になるんだって言われてですね。誰が飲むもかと思うでしょう。酒とこれは合うから酒飲めだったらわかるんですけども。でも、現に酒飲んだら舌が馬鹿になるじゃんと。な、だったらそんな。 酒飲んだような舌で味わったものがなんでそんな嬉しいんだとか、酒飲んで見てるような状態のテレビが面白いはずがねえじゃんと。面白かったら酒なんかもう止まっちゃって、面白いってなるはずが、ずっと飲んでるということはもうその程度しか面白くねえんだから、そんなもん最初から見るなとかですね。お酒を飲まない僕はかようにこの厳しいわけですね。エンターテイメントに関して。で、えー、で、僕の場合はですね、こういうことを考えてると、今、今日あの話してるみたいなことを考えてると、 頭が勝手にトリップしてくるんですよ。どん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 楽しくなってきて。あ、もうちょっと深く考えて、もうちょっと理屈っぽく考えたらどうだろうって考えてきて、脳内で勝手に麻薬が出てくるから、あ、わかった、お酒っていうのは脳内で自分で麻薬を作れない人が飲むかわいそうな飲み物なんだぐらいに判断してですね。まあ飲まないわけですけど、これはすいません。あの、えー、もう一回最初に戻ります。自腹の講演なので好きなことを言ってます。 皆さんに失礼なこと言ってるのは重々承知ですけども、自腹の声ですけれども。というわけで僕はお酒に関してはすごく偏見があって、っていう、なんでかっていうと、それは自分で脳の中でこんなぐる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 考えたら退屈なんかしないし、酔うと思ったらいくらでも自分の考えに酔えるから、必要ないというふうに思ってるんですけどもですね。まあ、つまりですね、あの、ところはまあ普通はですね、その、あの、お酒飲まないと、 なんだろうな。忘れられない。ですね。問題が気になって気になってしょうがない。それが人間らしいです。僕の場合は、さっき言ったように、考えすぎたり整理したりすると、もうその問題どうでもよくなるんですね。あの、例えば僕は、えー、っと、一年ちょっとぐらい前に腰がすごい病気になって、もうこのまま一生車椅子か、 もしくは、あの、なんだろう、杖が必要というふうに言われた時もあったんですけども、その病気に関して調べたりですね、なんかこう、こういうふうにしたら治る場合もある、こういうふうにするとっていうふうなことを散々やってるとですね、どんどん面白くなってきてですね。で、しまいには、本当にこういう言い方して申し訳ないんですけども、車椅子の一生ってどんぐらい面白いかなというふうに思って、これまで、 平気だったものが全然平気でなくなるとかですね。これまで、なんだろうな、あの、声をかけてくれなかった人が僕その時つえついてたんですけど、声をかけてくれなかった人が急にいろいろ声をかけてくれたりする。なんて面白いんだろうっていうふうに思ってですね。こう、面白がる方に行っちゃったんですね。本当に、もう、あの、申し訳ないことを言ってますけども。なのでですね、そんなにあの、僕は、ある状況に関してとかですね、その、問題に関して、 深刻にならないっていうじゃないですね。深刻になりすぎると、どうでもよくなるんですよね。で、えー、ただですね、まあ、すべての人間がそういうわけではないのでですね、問題の対処法っていうのをですね、僕みたいにひたすら考えて、とにかく何とかするっていう以外、どういうふうにすればいいのかっていうのパターン考えてみました。まあ、これ考えてみたとか昔からやってるんですけどですす、ね、べての問題っていうのは、 ま、これベストなんでしょうけども、解決する。電話にでもいいですよ。貴重なすか逃げる。保存する。ちょっとよくわかんないですよね。4。忘れる。 これはあの、問題に対してです。ある問題に対して、すいませんね、あのね、今日の話で、ね、ちょっと難しいんですよ。っていうのは、月曜日に東京でかなりわかりやすい話をしたので、自分としてはもう気が済んじゃったわけですね、わかりやすいやつ。なので、実は今回応用編なんですよ、すいません。 で、自分の中では東京と大阪の公園2つでワンセットっていうふうに考えてるんですけど。で、5番目。共有する。実はですね、あらゆる問題にはですね、この5つのアプローチですね、手段があります。で、理想であってみんなついつい唯一と思っちゃうのは見えないですか それで大丈夫唯一と思っているのは解決するなんですよね。でも解決するだけが答えじゃないんですよ。逃げるっていう方法もあるんですよ。逃げるっていうのは何かっていうと、えー、とりあえずその問題から逃避するです。考えないようにするです。これね、解決法じゃないように見えて、解決法の場合もある。例えば女の人がお嫁さんに行って、その家のお母さんと仲が悪いと。どうすればいいんですか もう本当に私あの、義理のお母さんが嫌いで嫌いで嫌いでしょうがないっていう場合、どうすればいいのかと。それは理想はこれ話し合って解決するとかですね、なんですけども。でも、その相談してきた人がもう70歳で、お母さんが90歳だった場合ですね、別に逃げて構わないですね、その問題から。お母さんと仲が悪いまま、あと2、3年ほどいたらお母さん死にますよね。なので、解決する必要ないんですよ。というか、解決を、 お母さんが死ぬまでに何か解決をと思ってると、かえって問題が複雑になってくる。それよりは、逃げて、この問題何も手をつけないようにしといて、お母さんがボケ出したら、そのお母さんが言ってた嫌味も、どんどん緩くなってくるかもわかんないし、お母さんが世話が必要になってきたら、お母さんは、ひょっとしたら、なんだろうな、あの、そのお嫁さんに対して、もう、お嫁さんももうね、7十歳なんですけども、言い方が変わってくるかもわかんないから、勝手に解決するんです。なので、 逃げるっていう方法は問題に対するアプローチして全然ありなんですよ。あの子のことが忘れられませんっていうような過去の失恋に関してもですね、これ解決するだったらもうもう一回じゃあ会いに行って告白しろそして玉砕しろっていうのも手なんですけども、もう考えないようにしたらっていうふうに言うのも手なんですね。それで次に好きなことができたらもうそれで終わりですから。でもそうじゃなくてもう何年も経ってるんですっ言ったらもう他の方法を考えるしかないんですけど。 保存するっていうのはですね、逃げると違うんですけども、逃げるの場合は本当に考えないようにするんですよ。そうじゃなくて保存するっていうのはですね、そういう問題もあるよな、忘れちゃいけないな、うん、ノートに書いて忘れないようにしようっていうやつですね。これ僕はあの、典型的な例がですね、あの、人類はなぜ戦争するのですかっていう、まあ。多分皆さんに関してはもうそういうのどうでも良くなっている年齢だと思うんですけども、 14、5歳ぐらいの時はこれがもうすごい大問題だっ,ただったりするわけですね。なぜ男と女は分かり合えないんですかとかですね。なぜ人間は争うのですかとか。なぜ人種差別はなくならないのですかとか。なぜ環境問題に対して政府は、なんだろう、抜本的な手を打たないんですかっていうのに対しては、もちろん解決するのが理想でもですし、いや、そういう難しい問題は私は分からないよって言って逃げるのも方法なんですけども、やり方としてはですね、 それをですね、毎年毎年新年の1月1日に自分でノート開いて、日記帳を開いて、そこに書いとくというのも方法なんですね。いずれこれは人類が解決しなければいけない問題だ。私が生きてる間に答えを出さなければいけない問題だ。ただ、今の私にその答えがまだ出せるとは思えない。だからせめてその問題を忘れないようにしようっていうんですね。保存する。 あの、僕の言い方が軽いから誠意ないように聞こえるかもわかりませんけども、これ本当にマジでこういう方法あるんですよ。忘れるっていう方法もあります。忘れるはですね、この逃げる保存するよりですね、もっと根本的に、もうそんな問題なんかなかったかのように振る舞うことです。で、これで振る舞って忘れれるもんだったら苦労しないよっていう人は、これができないんですよ。なので、こう他の方向に行くしかないんですけども、ですね。あのー、 忘れれるんだったら問題なんて忘れるのが一番いいわけですね。なんでかというと問題は無限にあるからです。頭の中の問題っていうのは無限に湧いてくるから、実は解決があまりできなくてですね、そしてあんまり自分の人生に影響がないような、具体的にはもう自分の損得に影響がないようなって言ってもいいです。ような問題だったらですね、とりあえず忘れてしまう。で、なんでしょうね、テレビとかドラマとかで、 なんかそういうふうな問題が扱われても出てきた時に、改めて心配したり、ちょっと気にしたりしてもいいんですけど、基本的に忘れるという方法がある。最後ですね、まあもう共有するってやつで、これ、これです。他の人に話すってことですね。つまり、こういうこと私は気になるんだけど、とかですね、私にはこんな問題があるんだけど、というふうに人に話してみると。そうすると、誰かと共有することによって、まあその問題は解決しないんだけど気が楽になるかもわかんない。 で、これあの1から5まで書いてるんですけども、こっからここまですべて、え、問題が解決しない方法ですよね。1番の問題解決って、あらすいません。取りに行こう。一番の問題解決って書いてる以外はですね、その2から5までっていうのはすべてその、のやり方で、で、問題何一つ解決してないんですけども、 あのー、みんなね、ついついね、ほとんどの問題は解決しないというのを忘れちゃうんですね。自分の頭の中に湧いてくる問題にしろ、人間関係にしろ、会社の問題にしろですね、えー、将来の悩みにしろ、自分の子供にしろ、家族の問題にしろ、後で振り返ってみたら、ほとんど解決してないんですよ。ただ、どうでも良くなってるか。あの頃なんであんなに悩んだろうと思って、どうでも良くなってるか。 もしくは自分が介入しないところで何とかなったと。例えば息子の成績が上がらないという悩みは、成績は上がんなかったんだけども、それなりになんか息子楽しそうな学校に行ったということで解決していると。これ解決じゃないんですよね。別にその問題に関して何一つ手を打たなくても、どうでも良くなっちゃったという,ふうなことなんですけども、実は僕あらゆる問題のですね、大げさに言えば90、90%以上は、こっちじゃないかなと思ってるんですね。 なので、あんまりこれに頼らないことというか、あんまりこればっかり考えないこと。あらゆる悩みに関して。多分あの、ここに皆さん、僕にあの、えー、インターネットのフォームで書いてくいただいた人もいますし、ここに入れて、うわー <laughs> <laughs> めっちゃ長い。<laughs> 今読まない。<laughs> これあの、 トイレの休憩時間の終わるまでずっとここに置いてますからですね。まあ、ちょっと待ってくださいね。自分の経験上、ここの厚みだったら大丈夫です。あの、答えられます。ので、何か他にあったらどうぞ。ただし、こういう人間だというのを前提に相談してください。なんせ僕は多分、これを使いますからね。で、解決することなんて本当に、もう90%で書いたんですけど、僕、99%だと思ってるんですよ。 あの、あらゆる人間の悩みとか問題の中で1%だけ解決法を思いついて、おまけにそれが実行可能であったりするんですね。例えば自分が声優になりたいとか俳優になりたいとかアイドルになりたいというような悩みを持っていた、問題を持っていた場合、これ解決するのってすごい難しいんですよ。でも、それに関してこういうやり方だったら何にも解決しないんですけどもですね。 対処の仕様がある。周りの人間も助言仕様があるんですね。なのでですね。あの、まあ、まずこういうですね、あの、なんだろうな。えー、っと、さっきのあの、シングルマザーの話にしてみたら、僕は、この部分は、主に早いことを公的機関なり役所なり行って、3ヶ月以内のことを考えなさいって言ったんですけども、その他のことは、逃げなさいとか保存しなさいとか、それに関してはもう忘れなさいとか。あと、その人に言わなかったんですけども、これを、 早いことを、その、働いてる一緒の仲間とか友達にペラペラ喋って、自分はどういう状況にいるのか分かってもらいなさいっていうふうに言ったと思います。で、今僕これ何のために話してるのかっていうと、かなりの人がこれができないんですよね。僕もできないです。僕も自分の考えている問題とか自分の悩んでる問題とか、例えばこの今日の講演に関しても、誰一人相,相談してないです。 えー、なんでできないのかというと、できない性格だからですね。人にそんな、なんだろう、言うの恥ずかしいな。 カメラも待ってやがるし <laughs> 自分で回したんですけどね。うんとね、なんかね、公演するね、2、3日前になっても何話していいのか思いつかないとかですね。何話したらいいんだろうとかですね。まあなんかこう、生まれた大阪だからちょっとくらい受けたいとかですね。そういうことを考えてるわけですよ。<laughs> 要するに、ああ、がどんどん上ずる。<laughs> で、それをですね、人に話せない性格なんですね。で、話せない性格の人間は、僕が今、ずっと話してこのプロセスを通るしかないんですよ。 話せる人間はこの5番が使えます。5番は1番並みに強力なんですよ。2番から4番まではそれなりの効き目があるんですけども、気を楽にする役割しかないんですね。で、それによってなんとか勝手に問題が解決してくれる。解決するっていう自動詞ではなくて、解決してくれるっていう他動詞の状態に行くのを、まあ、望んでるみたいな消極的な方法なんですけども、一気に軽くするのは共有するですし、 一気にその問題をなくしちゃうのは解決するなんですけど。これすごい強いんですけども。まあ、あの、僕は他の人間に相談できない人間で。で、えー、毎回このこういうイベントするたびにあの悩みのカードを見たら、ここまでは人に言えるんだけども、こっから先は人に言えないっていう人がすごく多いんですね。だから人は程度によるけどある程度僕に似てるっていうふうに考えるようになりました。 僕みたいに本当に何も相談できない人間っていうのは割と少ないんだけども、でも自分の中のなんか心の中のしこりというか、こんがらがってる問題にちょっとでも触れてきたら、もう急に人に話せなくなってしまうとか、昔は話してたのにも話せないとか、話せた人がいたんだけどもその人いなくなってしまったとか、いろんな理由でなんか人に話せなくなってしまう。そういう人のためのですね、考え方の道具として今日はこの まず、えー、紙に書いてみて、それを仕分けしてみるっていう、ここまでを紹介してみました。まだ大丈夫です。あと、うわ、あと10分で1時間経ってしまう。まだあの、例題1つ目しか言ってないですね。まあ、だからね、あのー、なんであの、あそこでですね、お酒の悪口を散々言ったのかというとですね、これなんですよ。酒飲めない人間は愚痴れないですよね。だから僕、お酒飲めないので、飲まないので、余計にこれができないんですよ、ね。 じゃあ、そうなんだった岡田さんお酒飲みはいいじゃないですかって言われたら、まず味が嫌い。そして、酒を飲むイコール共有できるかもわかんないけど、あの、自分がバカになっていくあの感じが嫌っていうのがあってですね、余計こう、カタになっちゃうわけなんですね。なんか、この、人に話せないっていう問題をした時に、3分の1ぐらいの方が頷いてたので、同じタイプだなと思ってちょっと嬉しいです。で、えー、っとですね。 さあ、じゃあこれ、全部話せないから、飛ばしていこうか。えっ、ー、と、じゃあ二つ目の例題いきます。この二つ目の例題はですね、何のために話すのかというとですね、あの、面白がるっていうアプローチです。これさっき話したですね、僕が自分の腰が悪くなって、もう松葉杖つくか、車椅子かどっちかだねというふうに言われたときに、 ある程度悩んで困って悲しんだりしたんですけども、途中から面白がったんですよ。で、この面白がるっていうのは何なのかっていうと、えっ、ー、とね、自分をね、客観視するということなんですけどね。つまり、自分の身に降りかかったことだと思って、主観を自分に置いてるとずっとしんどいので、もうそれ優待離脱するみたいに、自分ちょっと離れたところから見ると、急に面白くなるんですよ。なんか、昨日までこいつ普通に歩いていて、 なんか食べたいものを食べて、<laughs> で、荒減った朝マクドナルド行こうかって、マクドナルドわーっと行ってご飯食べて帰ってきて、こんな生活してるから腰が悪くなるんだっていう自分で、もうマクドナルドに行けないとかです。なんで俺はまたマックに行ってしまったんだっていうふうに、主観を自分に置いてるとすごく苦しいわけですね。カメラ位置を上にスッと上げて、あ、こいつこんなにマック行ってるからその腰も悪くするよっていうふうになってくると、自分が腰が悪いという状況は何一つ変わらないのに、ちょっと気が楽になってくるわけですね。 これを僕はこう、面白がるというふうに言ってて、大体僕の人生は何かを面白がることでできてます。だからあの、悩みのるつぼという仕事を10年間続けたのも、ひたすら悩みが来てそれに応えるって。で、それも、ほぼ解答不可能な問題とかですね、解決不可能な問題が来るのが面白くて、それに対して、いい感じで、うーん、これはホームランは無理だかもわかんないけど、二塁打ぐらいは、みたいな感じでこう、ボールに当てていく感じがすごい楽しかったからですね。 で、大体去年の今頃ぐらいだったんですけど、それが急にあんま面白くなってきて、面白がれなくなったんです。で、面白がれなくなったら僕は、あらゆる自分の仕事そうなんですけど、面白がれなくなった瞬間がやめ時なんです。本当は去年の今頃、編集者に連絡して、あ、もうやめます面白くなくなりましたって言えばいいんですけども、結局僕本当にそれ言ったんですよ。もう面白くないからやめますっていう。もうとんでもないこと言ったんですけどもです。えー、半年ぐらい。 去年の秋ぐらいに思って、今年の春ぐらいまではですね、いや、面白、なんか自分の中でちょっとブームが去っただけで、これはやるべき仕事であって、まだなんかそんな、えー、文句言う人もいないから続けてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけども、今年の春ぐらいになってきたらですね、あまり面白がれないっていうことは、僕にとって真面目に仕事をしてないってことだから、面白がれないイコール、 それは真面目に仕事を、できない仕事をやるべきじゃないと思うからやめようと思って、春ぐらいに編集者にメール書いて、もうやめさせてくださいと、正直あんまりもう面白くないんですっていうふうなことを書いて、で、え、じゃあ6ヶ月間続けてくれたらやめていいですっていうふうに言われたのでやめたんですけども、こう、あの、面白がるっていうのは、さっきも言ったように、ある程度状況を客観視して見れることなんですね。で、ところが、 ずっと10年間も悩みの相談やってるとですね、だん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 抱えるようになっちゃったんですよ。その相談してる人のことを、んでしょうね。本当にこの人にこの回答は届いてるのかとかですね。なんかこう、無責任な面白さではなくて、責任感があって手が届かない感じっていうんですか。これ言うとなんか嫌がられるかなっていうふうに手がこう、引いていくんですよ。こう、ビビっちゃってる状態。 なので、あ、これやめ時きだなと思いました。で、うん、なので、面白がれた時代の、あの、問題がですね、これです。面白、一番面白がれた時代の問題なんですけども、彼の携帯を盗み見たら、これも10年前ですね。30代の会社員女性です。最近1年半ほど付き合った彼氏と別れました。週末に会えないことが増えて、何か怪しいと思い始めました。一度疑うと、どんどん不安感が増し、彼の携帯が鳴るたび、相手は誰だろうと心配になりました。 私が彼のマンションに泊まりに来たある晩、あ、彼が私のマンションに泊まりに来たある晩、彼がお風呂に入っている時に携帯のメールを見てみました。週末の温泉楽しみだね。いっぱいイチャイチャしようね。そんなメールを見つけました。相手は明らかに女性です。もうこの辺読んだ時にも僕はガッツポーズですよ。編集部よくやったと。 なんかよくこんな面白いメールを俺んところに <laughs> 来てくれたと。えー、浴室から出てきた彼を問い詰めました。彼はうつむいて涙を流しました。そして私に、えー、向き直って言いました。お前を試したんだよ。まさか携帯を盗み見るような女とは思わなかった。意外な反応に私は言葉を失いました。彼は個人情報の必要性が叫ばれる時代だ。プライバシーに関する規範意識がなさすぎると説教を続けて出ていきました。 よくこれを許したなと思うんですけど、確かに携帯を勝手に見たことはいけなかったことかもしれません。でも、同じ送信者からのラブラブメールは何通もあったんです。私は盗み見したことを謝るべきでしょうかそれとも騙されているのでしょうかえっとですね、これもあの、さっき話してるんですね、めちゃくちゃ面白かったんですよね。何よりも、この女の人のですね、その、コントのような一幕ですか。その、風呂に入ってる男の人だから、 もう本当に映像で考えたんですよ。無防備な状態ですよ。あの男の人が彼女の家に行ってですね、えー、で、今晩泊まるぞと思って、で、風呂入ってこう、もう真っ裸ですよね。で、タオルだけ巻いた状態で、携帯見たんだけど、と言われたら、もうその男はもう本当に無防備な状態で、その女の人の前に浮気の言い訳をこれからしなきゃいけないわけです。で、それに対して、お前を試したんだと。 昨今のなんかこうの情報に関する意識に関してお前低すぎるみたいな説教を堂々として彼は帰ってしまいましたからその多分堂々と説教しながら服を着たんだと思うんですけどもですねよくそいつそれやったなということとその女の人はよくその説教をされながら服を着てる男を見て笑わなかったなと思ってですねものすごくおかしくなったんですけどもあの で、面白いとですね、どんどん興味が湧くんですね。今言ったみたいに、シーンを具体的に浮かべるようになっちゃうんですよ。面白がると、その相談が、あのね、面白がれない相談って、絶対に映像で考えないんですよ、人間は。面白がれない相談は字面だけで考えて、なんて言ったらいいと思うって言ったら、なんて言ったらいいかだけ考えちゃうし、あの、いくら払えばいいのか知らねい?」っていうふうに聞かれると、いくら払えばいいのかっていう結果だけ考えるようになるんですよ。 ところが面白い相談っていうのは、興味が湧いてるから、え、それどういうことなのと、なんて言ったのというふうに、どん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 こちら側の方が、なんか好奇心を持って聞いちゃうんですね。ところがこれ、相談文だから、これが送られてきたもの、編集部に送られてきたお便りのすべてなんですよ。ここから先はもう聞きたくても聞けないわけですね。なので、よくよく読むしかないんですよ。よくよく読んで、この状況をどういうことなのかっていうのを、なんか、 もっと自分なりに分析しようと思うわけですね。そうすると、すぐにですね、変なこと,ことに気がつきました。この人一行目でですね、彼と別れましたって書いてるんですね。別れたんですよ。謝る必要もないわけですよね。今からその別れた彼のところに行って、確かに私が悪かったって謝るかって言ったら、謝らないんですよ。つまりこの人は、私は、 あの最後に書いてる、盗み見たことを謝るべきでしょうかそれとも騙されてるのでしょうかって書いてるんですけども、謝るべきでしょうかっていうのは本当は聞きたいことじゃないんですね。だってもう別れてるんだから、そんなこと全く考えなくていいわけだから。じゃあこの人は、騙されてるのでしょうかって書いてるんですけど、この人も騙されてること分かってるわけですよね。この書き方全般からしたら。私はうまく言いくるめられてしまった、ああ悔しいという状態なのに、 私は謝るべきでしょうかそれとも騙されてるのでしょうかっていうのは、多分この二択の答えの中にこの人の聞きたいことは入ってないわけですこう。面白いからどん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 考えちゃうわけです、ね。面白がってこの文章を読むと、この人が書いてるのはその時の正確な状況をできるだけ記そうとしてるわけです、ね。正確な状況を記そうとしてるのは何でかというと、やっぱり私はその時に謝るべきだったか、それとも騙されてるのかというのを聞きたいわけじゃない。 この時の自分の心があんまり書いてないわけです。で、多分この人ですね、あの、関係ないことに悩んでる理由ですかあの僕答え書きましたので答え読みます。相談者さんは冒頭で別れましたと書いています。でも相談内容を謝るべきか騙されているのかです。矛盾してますよね。もう別れちゃった彼に謝っても意味がない。本当に相談したいポイントは別じゃないですか 元彼に無茶苦茶の説教をされて悔しかった。悔しいのは確かに私が悪いかもという反省とお前がそれを言うかという怒りがごちゃ混ぜになっているから。だとするとそのもやもやした気持ちの正体とは私は携帯を見るような確かにみっともない女になってしまった。でもそれでいいんだろうかしかありません。彼に謝らなければと思うのはもう二度と人の携帯を見るようなことはしない。そんな女にはなりたくないという決意があるから。 で、騙されてか知りたいと思うのは、彼は浮気をしたのだから、携帯を見たという私の行為は正しかったんだ、というふうに証明したいから。どっちでしょうどっちもきっと両方ですよね。だから苦しいんです。彼氏のことは気になる。だから、携帯なんか見るのは当たり前じゃないか。そんなふうに思えれば、いっそのことを、本気の恋っていうのは多少見苦しいのは当たり前だ。 携帯を盗み見たりしないうち、携帯を見たいと思わないうちは、まだまだその声に本気になってないと考えればいいんです。疑わしいと思えば、携帯でもメモ帳でもカバンでもいくらでも調べてもいいし、釜をかけて白状させてもいいし、探偵を雇うこともありでしょう。つまり、証拠という現実をベースに、現実ベースに判断する。そういう自分は嫌だと。携帯を見るような自分は嫌だ。そういう自分は許さないというのならば、何があっても携帯なんか見ないと決めるのも手です。彼の ええとですね、あの、後ろ、彼の後を尾行したり、言葉の裏を探ったり、真実を知ろうとするときりがありません。せっかく素敵な恋をしてるはずなのに、推理ミステリーに参加してる気分しか味わえない。そういうことは一切しない。でも、ただ単に彼が信じられなくなったら、信じたいという気持ちがなくなっちゃったら、証拠は関係なく別れる。つまり、彼の携帯とか結び見るのではなくて、ただ単になんか変な感じがする。 もう信じられない。だから別れるっていう、という方法もありです。つまり自分の気持ちを根拠に判断する。証拠という現実を根拠で判断するか、自分の気持ちを根拠で判断するか。迷っているうちは苦しいので、えー、正解なんかありません。どっちの自分が好きですかっていうふうに書いてます。こういうふうにですね、その相談に答えたんですけども、その、面白があるっていうのは、この人が本当は何に悩んでるのかっていうのを、 突き止めたくなるからですね。面白くなるっていうのは、その、その人が言ってる言葉だけじゃなくて、その人が本当は何が悩んでるんだろうという、このストーリー全体を知りたいから。いわゆる映画のストーリーをかいつまんで紹介されてるときに、その映画そのものを見たくなるのと同じなんですよ。これが面白がるという方法で、僕はなんか、あの、大体ですね、悩みのるつぼ答えるときはですね、面白がれそうな相談っていうのを選んでました。 編集部から毎月毎月4通来るんですね。4通か、まあ少なくとも3通ですか来て、どれか答えてくださいというふうに来てで、その中で自分が一番、あ、これ面白いなと思ったも、あの、相談ですか。まあ、大体それは誰にでもありそうなことであったり、もしくはすごい稀なケースなんだけども、めちゃくちゃインパクトがあったりとか、そういうふうなケースで答えました。ですね。えっ、ー、とですね。あのー、 なんでしょうね。これ、この相談本当に僕が面白かったのは、なんでかっていうと、この人は、私はどうすれば、なんだろうな、私はどう考えればいいのかっていう、そんなこと相談してなかったんですね。謝ればいいのか、それとも、えー、っと、私はまあ、なんか正しかったのかっていう、それだけ聞いてるんですけども、相手が聞いてないことに答えるっていう、なんかすごい気持ちのいいやり方っていうのを見つけてしまって、 それ以降なんか僕の悩みの相談っていうのはだん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 レギュラーなところから外れるようになってきました。悩みのるつぼっていうのを10年以上やったんですけども多分その聞かれたことそのものにストレートに答えてるのはほとんどないんですね。それは今回のこの質問とかさっきのシングルマザーのやつなんかがきっかけでですね、聞いてることそのものよりはその人が本当に何を不安に思ってるのかっていうのを突き止めたく思ったからです。みんなやっぱり 文章のプロじゃないから、自分の悩みなんか整理できてないし、あと何だろう、これと同じですよね。聞きたい分から聞き出すんですね。だから、さっきのシングルマザーの人のように、本当は問題じゃないことをいっぱい言わないと自分が言いたいことを伝わらないと思う人もいれば、今の彼の携帯を盗み見たのように、その人は状況を全部話しているんだけども、本当に自分が何が不安で、そもそも新聞の人生相談に悩み、 寄せたのかっていう部分は隠したままっていうかです。多分自分でもあんまり気がついてないんです。そういう自分でもあんまり気がついてない問題っていうのを答えるのがなんかすごく好きで楽しくなってきて、で、10年間続けてきたんですけど。ということで、もう1時間ぐらいずっと喋ってるんで,ですね、ここで一旦、えー、そうですね、15分ぐらい休憩入れます。えー、今ですね、35分だから50分まで休憩入れますので、こういう感じで、だいたい概論を話した後ですね、ここにある 皆さんの答えに、ばばばばばと答えていくわけです。本当に、ばばばばです。あの、丁寧な場合もありますが、大多数は大雑把なやり方でガーっと答えてます。で、えー、それでもまあ良いと思われる方がいればですね、本当に何でも構いませんから書いて入れてみてください。じゃあ、えー、15分休憩しますので、お疲れ様でした。あ、大丈夫です。拍手最後に取っといて大丈夫です。 はい、えー。無料放送はここまでです。いかがだったでしょうか、えー、最後に話したですね、あの、5つのですね、アプローチですね。解決する、逃げる、共有する、保存する、忘れる、ですか、えー。このですね、言われてみればですね、当たり前のようにですね、あの、聞こえるかもわかりませんけど、それでもね、やっぱり自分が悩みのるつぼのさなかにいて、悩んでる時っていうのはですね、ついつい、 解決だけを考えちゃうんですね。ですから、この5つのアプローチをですね、ちょっとあの心の中に止めておいていただければと思います。えー、動画の中でもですね、あの自分の体から意識を離して、まあ、ちょっと客観的に自分を上から見てみるという話をしてましたけれども、解決しなきゃっていうふうにですね、頭がいっぱいになっている時は、まあ、少しですね、冷静に、他にアプローチあるはずだと、岡田との動画で見たぞというふうに、 考えてもらうだけでね、少しね、実は楽になる部分があるので、まあそこのところだけ覚えていってください。さてですね、ここからの後半はですね、あの、大阪ルーツボ講演会で行われた質疑応答ですね。実際にその場の会場にいる人が、その場で書いた質問にその場で答えていくというですね、まああの、これまでの話が理論編だとすると、ここからが実践編になります。えー、会場のお客さんからいただいた、もう本当に多種多様なですね、質問、相談に、その場で、 即興でバンバン答えていきます。ここから先はですね、ドワンゴのニコニコ動画で有料公開をしております。岡田司夫ゼミ限定会員では過去10週間分、約2ヶ月半分のですね、ゼミ動画がいつでもご覧になります。今入会していただければですね、あの、10月20日に放送した東京のルツボ講演会の、まあ、有料部分もギリギリでなんですけど見ることができるので、 あの、年末年始これぞ言ってやることがないという方はですね、失礼な下手になりますけどもえ、ご検討ください。またプレミアム会員の方は月額2200円でですね、過去すべてのニコ生の岡田敏夫の講演、ガンダム講座、その他、えゼミもすべてですね、あの見放題になっておりますので、よろしくご検討ください。それでは後半、スタートです。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。